識を話す君は日だまりのように微笑みながら輝いてる小さな勇気をいくつも集め歩いてゆく僕はその背中壊さないよう見守りたい誰もが弱さを抱きしめ強くなれる夢を抱いたその時から君の願いが神様に届きますように祈っているよどんな時でもどんな場所にそして必ず叶いますように手のひらのぬくもりを力にして君の願いが神様に届きますようにここにいるからそうさいつでも君は一人じゃない僕の想いがあなたに届きますように夢の続きが叶いますように君Thank you.
ございます。